どうもどうも井上マンでございますよえ、どうも戦術分析官能魅力佐藤ですそういう内容なんでしょうか言ってみましょう今日はこちらどんネタ二郎を泣かする新川崎フロンターレ戦術変更考察二郎を泣かしているという問題 <laughs> あるんですか スペインですね。ねはい。<laughs> ごめんなさい、バカですみません。あのですね、鬼木<ー>さんがちょっとね、はいはい、アップデートされつつあるんじゃないかなと思っております。うそうですか。はいはい、そんな気持ちでいただきたい。えー メンバーもいろいろ変わると思いますが、うん、ちょっと今の遺跡市場からちょっと見えてきたものがありますので、はい、皆さんにちょっと共有させていただければと思います。まいということでミラーカー毎日やっちゃってるんですねチャンネル登録ぜひよろしくお願いします、ね。という、はいはい、ことでまずこちらをご覧ください。はい、ど出たよー、はい、まずはですね、はい、現状のお、はい、川崎フロンターレ、まあ、これ収録してるのが1月2日の3時半ぐらいって感じなんですけど。 その段階における移籍市場の話ということになります。現状、起こっていることとしては、まあ、獲得というところだと甲府からえ、この間代表デビューもしましたけど、はいえー、三浦颯太選手、うん、そしてガンバから山本有希選手の獲得に成功し、うんえー、山形に出していた、えー、レンタル出していた宮城天選手の復帰が決まっております。ただ、えー、満了でダミアンさん、清水さんが満了、あと長野に出していた千葉、うん、の原田選手を満了。うんうん あとは、若手組ですね。A 永が、明岩、大崎、松永れ。彼らが、まあ、レンタルで、どっか武者修行ということになっていて、そのほかで上がってるのが、山根幹なアメリカからオファー。あとは、山村和也がマリノスからオファー。宮代大成が神戸からオフ,、うん、オファーということになっておなるほど。はい。はい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 。でただですね、うん、ちょっとまあさ、皆さん、私、思ったことがある。うん、なんかね、え、宮代出んのとか、え、山村出んのって思ったんですね。結構だから、コアなところが。 そうなの。中で新しい仕事やれる？ね、手を持ってたら。に見えてるの先生からは。そうなの。ただこの人の獲得で思ったのよ。はいはいはい。ディフェンダー名古屋先日満了になりました。丸山雄一獲得。はいあ、これは今村さんを補ってね。そう。お気る。うん。ただそうなるとマスさん、皆さんちょっとディフェンダーの皆さんのところだけ一旦見てほしいんですけど。うん。 山根、佐々木、うん、大南、うん、そして高井、うん、車屋、田辺、丸山そして上里,里、うん、このお皆さんに共通点がありましてああサイドバックと、うん、スリーバックの右左の位置のセンターバックああ両方ともできる方々が揃ってるんです。ああなるほどこんな 一つのチームでこれだけの人集められるって俺見たことないですよ、はあ、絶対そこには狙いがあるだろうとそう可変ちゃん可変ちゃんフロンターレになるということですかそうですね<り>検索ちゃんみたいな感じになってますけどねだからねはい。こんなことやってるチーム世界に俺一チームしか見たことないなと思ってあ,あそれが言ってたはいな。 俺こうだろうなと思ってます現状川崎フロンした今ジローナというチームがスペイン今レアル・マドリードに次ぐ今2位ぐらいかな順位表になっていると思いますけど3バックやってるんですが両サイドのこのセンターバックの方がセンターバックやりながらサイドバックやる方々なんですよそう見てみるとこの右に山根大南田辺左に 丸山、登里,里、佐々木、プラス、車屋。あ可変っていうか、もう基本がこれになるってことですかそういうことです。おお、へえ。これは<ー>ちょっとありうる。はい。はい。で、プラス一応センターの真ん中に、一応、高井君、黒山君、車屋んも入れてますけど、はい、車屋先生は左のセンターバックもこうできるし、高井君は右のセンターバックもできるから、うん なん,かこのなんでこの、ね、左と真ん中とか右と真ん中いっぱいやれる方がこんなに揃えることねえだろうってうところでもこんなこと挙げてみたっていう形になっておりますなるほど名探偵あ,あとちなみに僕は三浦颯太選手だからサイドバックじゃなくてこれウイングの位置にも入れてたりするんですけど実はまさ彼サイドバックとして一応代表まで上り詰めましたけどもともと大学時代までボランチやってたんですよ。 もしかしたらボランチとサイドバックってあれ思えばビルドアップの時に偽,偽サイドバックとしてこう内に入ってくるみたいな動きとかもフロンタリーやるじゃないですか。っていうのもあるんじゃないかなと思ってますあ<ー>と。<laughs> 読みとくねありがとうございます。えー、でただまあそんなこと言ってもとはいええー、俺 J リーグ普段見てるからジローだってチームが今どんなことやってるか知らねえよって方もいろいろ多いと思うのでいやいやいや大体の方そうでしょう。 ジローナかける川崎フロンターレちょっと設立ボード作ってきたから、ちょっと見てってよ頼むから。<おう> <laughs> すごいですね。はい、箱根駅で見ながら、ちょっと作ってきたから、ちょっと見てくれよ。頭の中。という <laughs> ことで、はい、いきましょうじゃあ、ジローナってどんな設立<う>ってことで、見ていただきましょう。うはい、っいうことで、こうでございます。右にいっぱい文字入ってますけども、基本的に口頭で話していくので、え<う>、知っていただければ大丈夫で。右しやす。はい。はい。うん。この今ですね、あのー。 ヨーロッパではですねまさに猫もシャクシもみんなやってることがあるのが攻撃の時にはいわゆる325みたいな感じ325カタールワールドカップで日本代表が攻めるときそんな感じだったよねあのスタイルそうそう逆に守備の時には523になるわけですよはい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 場合だったらまあバランス取るために四四二。 とかって大体ほぼそれでやってるんですけど、このね、ジローナがなんで今、ヨーロッパというか、このスペインの中ですごく接近してるのかって言われたら、その相手の4バックとか5バック、どっちで来るかわかんないけども、どっちでも対応できるような感じでフォーメーションを構成してるっていうのが強かったりします。何するのかっていうと、この3、2、2、3みたいな感じでやってたりするんですけど、は。い まあ例えば、まず相手がまずボールを持ってますよっていう風に、例えばなるじゃないですか。でなって、相手がじゃあ、後ろ4枚回し、相手が4ォ回バックでやってますよっていう風になるんだったら、相手のサイドバックとこのウイングバックはまず対戦させて、あとセンターフォワードとこの中盤から1枚前に出ていかせるみたいなことができれば、これ、結局はこんな感じで、いわゆる後ろの相手の敵の皆さんは後ろ4枚、で、ジ,ジローナの皆さんも4枚っていう形にまあなりますよってことでやっていますと。 でもしこれが相手が3枚で回すよっていうことになれば、うん、まあ結局はウイングの皆さんにこう出ていってもらって、センターフォワードの皆さん、センターフォワードの方にこう真ん中当たってもらって、うん、っていう形ですれば結局3対3になるから、プレスの時にこれ絶対3対3の数的同数を作ることができると。そういうもんですか、うんうん。そういうはめ方をしていると。 相手が3トップとかっていう、例えば場合であるんであれば、結局後ろがこれ3枚なので、3対3ってことにはなるんですけど、2トップでやってきた場合であったとしたら、結局これ後ろが3枚にあるから、自陣の方の守備の方の枚数が多かったりするので、数的同数、いわゆる数的不利になることがどこのポジションもないような感じでうまくやってるのが、この現状のジローだというに、うん、な,なっているというところになりまあ、っていうところでは、デュエルだとかと、パスワークってところで制して、あとはレッツゴーって感じでやってるよってチームになる。 運動量がこう問わわれるわけでしやあとはこう、うん、あと連携性みたいなところになるんですが、あのー、中盤にキーっていう人がいますけど,どうい,うすいやまささいいところちょっとくれていただきましたねこれがですね、うん、ちょっとこういうことというところでちょっと見ていただきたいんですけど結局ねこのジローナというチームがなんで接見してるのかと言われたら、うん、まあこういうことですよって話ですが先ほどお見せした通りジローナというチームはこの 3バックでボランチラインに2人いて、まあ車道的な位置に2人いて、3、まあ、トップみたいな感じなんで、すね、うんうん、自分たちでボール持ってるときに、まず何するかって言われましたら、はいえー、ざっくり言いまますすサイドを決めもう決め打っちゃうんです。全体で見るんじゃなくて、ううん、も,うもう真ん中でいくこともあるけど、まあ、右か左かもどっちで行くかってこと決めちゃうど。でする時に。うん え攻撃するときざっくり言えばただその回んでそうやって守れるのかというと、はい、このボランチの一角のキーマンが真ん中に行き、うん、センターサークルのこの奥みたいなんこところですね、うん、でボランチのもう一枚はセンターサークルのこの手前に並びセンターバックボランチの一角キーマンセンターフォワードってのが縦に一列並ぶような感じになる。うんうん で右で左に右で行くか左にくかまだ決まってないからあれだけど例えば今回右で行くとしましょうそてなったらこの右のセンターバックの方がまあ持ち上がってまあこんな感じのところまで攻めていきますするとこの黄色のボックスの中よく見ていただけると、うん、相手はこの黄色のボックスの中に3枚、はい、相手のセンターバックはまあセンターフォワードがこう対応してくれてるんでこれ3対3右ウイング OMF 右のセンターバック VS、うん、相手のこの3枚ってことなんですけど真ん中にずれていたキーマンの方、うん 彼がスッとこう右側に来ると、うん、もう途端に4対3が作れるようになるじゃないですか。このキーマンの方はどっちにでも行けるようにどっちの右サイドで行くって決まったらキーマンは右にずれるし。あなるほど そう左サイドに行くってことになったら、このキーマンは左にずれるしってことで、ね。キーマンにはついてこないような仕組みなんですね、これだから。そうですね。どう考えても、一人、例えばキーマンにじゃあずれていくっていうになったら、うん、結局これ、こっちのサイドでこう3対2か合成されてしまうので、うんうん、やっぱり勝てない、相手の方々はディフェンスできないことになっちゃうから。っていうことで、キーマンが侵入すれば、数的優位が作れる。 こんな感じのことをやってもですか。はいはい。っていうので、ジ郎ーなも大接見してきたっていうのがここまでの前半戦としてはあったというところです、ね。なんか一人多いような感じしますもんね。そうなんですよ。よオの方が。 でこれしかも,もうこれが守備のリスクを犯してるからって要するに。そうなんですただ逆襲なんかないのこれ自分なんとか。まあさはいいふりをしてくださいますね。<laughs> いや当然ねやっぱそうなんですけど。うん、やっぱねジローナこれ普通のチームでできないことなんだけどこれ川崎フロンターレやジローナができるのは<う>この持ち運ぶこのいわゆるサイドのディフェンダーの方ですよね。 これがサイドバックの方だといわゆるスピーダーな方とか、うん、クロスがうまい方とかになっちゃうんだけど絶対のビルドアップの自信のある方がいないと無理ってことですかそうかつ、うん、彼らはセンターバックのできる方なんですよね、うん、ーーお守備の方でしっかしねなんで彼らは、うん、例えば奥のところでじゃあウイングの方とか、ね、オフェンシュミッてるな方が奪われたってなったとしてもこの敵陣からこう<ー>自陣に戻ってくる時のファースト門番としてこう成り立つんな,んなるほどね うん、はいはいはい、じゃあ高く守備するわけだそうです、うん、でその時に、じゃあ、右サイドでやってますっていうふうになるんであれば、やってますはい、はい、でそこでじゃあ、これ、わー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 、まずファーストディフェンダーとして、この右のセンターバックが頑張りますよ。うん彼、うん、の役目は、ボール奪い切るってこと以上に、時間を作ること。うん、時間を作る、うん、で、時間作ってられそうすると、センターバックの、もともと真ん中にいた方が、この右のセンターバックになり、ううんうん、うん この本当は左の方で攻めるかもしれなかったこの左のセンターバックの方彼は気をつ左センターバックもできるから真ん中に2枚残るんです。で、プラスボランチの方も真ん中に残り結局キーマンだった方はそれでボランチにこ戻ってくる時間ができるから真ん中のこの4枚がこれで構成することができます。 ディフェンダーは時間作れたらあとはもう自分で戻っていくだけなのでそれでちゃんと真ん中を絶対捨てきることなく守りきることができますよと、うん、これいいことづくめじゃないですかじゃあそうなんですこれでだからジローナとかあとレバークーゼンとかい勝ち上がって取るわけですねこれがそうなんですだからおそらくね鬼木さんは今までやったファイブレーンだけだったらもう通用しないと,ともうヨーロッパ新型に行ってるから俺らも行くぞって感じ形だったんじゃないかねえなるほど なんかちょうどこのタイミングでさ、まあ、さ皆さん、ほら、ヘッドコーチ勤務めてたあの寺田修平さん、うん、J3 福島の監督になったりだとか、他のコーチの方も仙台に行ったりとか、いろいろあるんですよ。うんうん、で、逆にやってきた方々とかいるんですけど、うん、よく見てみるとあの、鬼木さんの,あの S 級取った時の同期の方とかだったりするんです。うんうん <laughs> <laughs> すごい調査力ですね先生。全然 <laughs> ってことは<ー>俺こういうことやりてえから同期であいつらだったら分かってくれんだろうってのでの囲い込みだと思うんですよね。あちょっとどっかで盛り上がって「来ちゃいな言う来ちゃいな,<う>ゃいなよ」って言って「やってみようぜ」っていう。わわわわで俺らの頃新型でまたあの神戸のあのやり方設計してもガンガンブライトみたいな感じでジローラみたいにやってみようぜってのはあると思うんですよね。今日メガネが光ってますねこれは <laughs> な <laughs> なるほど <laughs> そうなんですよ最新戦術を取り入れてるわけです,、ね、そうなんですよえ。へ<ー>であと最後にちょっともう一個だけ言っておきたいのがあってこれねジローナあとレバークージャンあとマンチェスターシティこのチームがちょっと新しい事件にもう一個突入してるっていうところがあって今みたいなその数的優位を作るためにってことなんですけど、うん、勇気を持ってこんなことやり始めました。何でしょうか 空白のエリア。なんだこれ、何か。これ何かというと。エイリアの騎士みたいになっちゃったけどね。こういうことなんですね、うんはい。ちょっとこうしてみましたと。うん、先ほど言った、あの、三二二三っていうフォーメーションを、まあ、やってるって話したと思うんですけど。うん、あの、要は、三二二三って、後ろのセンターバックの方、三人って。うん、特に、この両脇の方は、サイドバック兼センターバックなんですよね。うんはい、は,いはい、はい、はい。 だ例えば、すごい右変調になるんであれば、右センターバックやってた方が右サイドバックやって、うん左サイ、左センターバックやってた方がフォーバックの左みたいな感じで、こうやって、うん、あれ、左サイドバックの位置、開けちゃう、うん、みたいなことも、うん、なんか最近の,のスピーどうのドーサイド圧縮的な、みたいな感じで、逆サイドで別に使ってないポジションあんだったら、そこもういらないんだから、捨てればよくないみたいな、うん、それが今の考え方ですな。 どうなんですよ別に捨ててもいいけど、もし例えば、なんかほら、例えば芝の問題とかも、たまにほら、転んじゃってとかもゼロではないじゃないですか。うん、それで奪われちゃってってことがあった場合は、うん、どういうふうに誰がどんな感じでフォーメーション戻るかってことさえ決めてれば問題なくないと。うん、要は例えばこのポジションで、例えばこの黄色い位置で、この相手のウイングにボールを取られてしまって、いきなりこう逆サイドに振られて、このピンクのエリア持ってこられたら、うんうん、そのまま点取られちゃうと。 その時は例えばどうすればいいみたいなことさえ決まってれば、うん、ま大丈夫じゃないってことはまあ,あるわけですよ。っていう、まあ、それは例えばで言うんだったら、左センターバックがこう横にスライドして、うん、このボランチの方がこう後ろに戻ってくるみたいなことができるかなってのがあったりしますけど,ど、はい、あとちょっともう一つ、ちょっと伝えておきたいところがあったとして。うんはい あとこれですね先ほど言った組み立てみたいなところでもそうなんですが、はい、特に組み立てしてる時にやっぱ逆サイドにこうやってパーポーンってパス回すことってあんまりないじゃないのでパーポーンってあんまりないから、うん、で相手がこうやってこう圧縮にこう押し込んでこう来た時も この近くにこうキーマンのこの右ボランチがいてセンターバックがいる。だけども相手のセンターフォワードだとか中盤の一枚だ、ウィングの方だとか来るとこの黄色いエリアにこう3対3っ密集しちゃうってことがあると思うんですけど、うんうん、その時にもただね、オフェンシュミッドフィルダーの方にこうやって降りてきてもらって、やっぱり数的同数、数的優位ってことを作ることができれば、うん この右サイドバックからオフェンシブミッドフィルダーの方にゴールをポンと回し、その回ったら今度はこのキーマンがこう前線にこう出していく。で、それでこのオフェンシブミッドフィルダーが前に見えることによって、見てみると、今これもヨーロッパで流行ってることですけど、相手が5枚並ぶならば、リアスジャパンはデュエルであの勝てばいいっていう考え方でやってますけど、ジローナやレバークルゼンっていうチームは、相手がディフェンス5枚いるなら、 こっちが6枚でいけばいいじゃないっていう考えになりなるほど、お届きスト。そう、だからこれで言うと、うん、やっぱね、右から1人、2人、3人、4人、5人、6人ということになるので、うん、6人で攻めていけばいいじゃないってことやってますから。でさっき言った通り、ディフェンダーの方だったら、ね、<laughs> 両サイドとサイドバック構成できる人もいるし、はあ あと、例えば、立花田君はサイドバックとボランチとセンターバックできる人、はあ、瀬古選手はインサイドハーフとボランチができる人っていうふうに、前の方がこう、一列ダウンしてくることも可能なメンバーが揃ってたりするから、ず、はあ、っと気を入てことをトライするのもできるんじゃないかっていう、そんなメンバーが揃ってるんじゃないかなと。<laughs> もうごもっともで、はい、関心至極なんですけども。ええ、これ、先生、あの、集めた選手と顔ぶれだけ見て言ってるんですよね。こういうことしたいんじゃないかと。ええ <laughs> 可能性で。けたわけじゃないんですよね。練習見たとか。練習みたいなねオフですから、今ね。ナイスクライジ。ナイスクライジー。ありがとうございます。これ当たってると思います、先生。俺は自信がありますね、かなり。なるほど。すごい。引いてます。私たち、引いてます。 サポーターの皆さんもちょっとね、ご意見を、ご意見をいただきたい。まだ補強はあると思いますけど、こういう感じを俺はやっていくんじゃないかと思いますけど、やっぱりボールと相手のサッカーだと思いますから、はいはいはい。はい、どんな感じなのかまたね、注目していただければと思いますよ。選手構成からコーチ構成までね。はい。ええ。ということで、ございました。終わりました、推理でございますね。そうでした、推理ですか。怖くなってきました、なんか僕は、あなたが。